じゃあね、内分泌腺について説明するね、今からね。内分泌腺っていうのは、ホルモンを分泌する分泌の方法で、内分泌腺から分泌。で、どういう分泌の方法かっていうと、ちょっと気持ち悪いけど、これがホルモンを分泌する細胞の塊ね。こういう塊に普通血管がこう巻きついてて、そして出ていくんね。で、もちろん血管だから血液が通ってるんだよ。で、血管の中にホルモンを分泌するのね。で、ホルモンは血管の中を流れて全身へ流れていくのね。これが、こういう分泌の仕方を内分泌って言って、こういうホルモンを分泌しているこの、こいつら、まとめて内分泌腺っていうのね。みんなのイメージしやすい腺っていうのはね、外分泌腺だよね。もしかしたらね、聞いたことがあるかもしれない。汗を分泌する腺は、汗腺って言ったりするね。こっちはね、みんながすごくイメージしやすくて、こう、なんていうのかな。こう、落とし穴みたいになってて、この、例えば、皮膚の、この体の表面、ね、体の表面に、こういう小さなくぼみがあって、で、ここに細胞、外分泌腺の細胞が、並んでるね。ほんで、こう分泌するんですよ。こいつらが作った分泌物を、外に向けて分泌するんですよ。これが、汗だったりするのね。で、例えば、汗腺だけじゃなくてね、あと唾液を分泌する唾腺とかね。外に何かを分泌するでしょ？体の外に何かを分泌するよね。唾液腺は体の中、ね、お口の中だから体の中かも、中じゃないって思うかもしれないけど、僕ら、ね、僕らのこの口の中も一応体の外って考えるのね。唾腺も外分泌腺だから気をつけてね。で、この全身へ流れたホルモン、ちょっと話を戻すと、ね、確かにさ、全然同じ腺といえども、みんなはこっちはすごくイメージしやすいかもしれないけど、ね、こんなね、変わった腺もあるんだね。血液中に直でホルモンを分泌するような腺。それを内分泌腺っていうからね。で、全身にホルモンが送られて、で、標的器官がホルモンをキャッチするね。特定のホルモンは特定の器官にしか働かないんですよ。一つとは限らないけど、標的器官の標的細胞がホルモンを受容するのね。この標的細胞っていうのが、ホルモンに対する受容体を持ってるんですよ。受容体っていうのはホルモンをキャッチするグローブみたいなもんで、例えば、この黄色い丸がホルモンだとしたら、
黄色い丸をキャッチする、これが受容体ね。この受容体にキャッチされることで、この受容体にキャッチされることで、ホルモンは何かしらメッセージを伝えるのね。細胞に対してメッセージを伝えるんですよ。で、この受容体を持った細胞をが標的細胞っていうのね。ホルモンに対する受容体を持った細胞を標的細胞っていうのね。ホルモンの標的となる細胞だから標的細胞っていうのね。で、ちょっと難しい話だけど、このね、受容体が細胞の内部にある場合もあるのね、こうやって。ほんでこう、ホルモンは細胞の中に入って、中で受容体と結合するみたいなホルモンもあるんですよ。でね、ホルモンによって細胞の中、細胞膜を通過できないホルモンと、細胞膜を通過できるホルモンがあるね。で、通過できないホルモンは一般的に、これちょっと難しい話だから覚えなくて、聞き流してくれてもいいけど、ペプチドホルモンなんてホルモンは細胞膜を通過できないから、受容体は細胞膜の外、細胞膜上にあるのね。で、ステロイドホルモンなんてホルモンは細胞膜をスルッと通過できて、で、細胞内部にある受容体と結合して何かしら細胞にメッセージを伝えるのね。ホルモンっていうのはお手紙のようなもんで、で、そのお手紙を受け取るところが受容体で、細胞に何かしらメッセージを伝えるのね。やっぱホルモンってちょっとお手紙に似てますよ。血管内部を流れるお手紙に似てんのね。あ、私宛てだと思ったね、私宛てだってこの細胞が感じていろんなメッセージを受け取っていくのね。私宛てかどうかはこの受容体とホルモンがしっかりガチャッと結びつくかどうかで誰宛てかが決まってるんですよね。だからいろんな細胞は異なった受容体を持ってる細胞は異なったホルモンと異なったホルモンの作用を受けるっていう、ね、ちょっと難しい話だったね。で、最後にね、テストに出やすいところはね、このね、外分泌腺と内分泌腺の違いなんだけど、まあ、違いっつったってもう全然違うから、なんていうか、もう全然違うじゃん。だから違いっつったって全然違うじゃねえかってね、生物よく勉強してる人は思うんだけど、特にテストで問われやすい違いはここ。このさ、こう、分泌物が通る管があるんですよ。外分泌腺って。分泌物が通る管。この管のことを、排出管っていうね。外分泌腺は、排出管があるっていう。これね、で、こっち、内分泌腺には、排出管がない。そういう、なんていうか、そういう排出の仕組みじゃないからね。もう全然仕組みが違うから。ここがね、テストにとても、すごい出やすいとこだから、テスト前にね、復習しておくといいですよ。ね、こんな感じ。内分泌腺と、外分泌腺ね、全然違うもんだから両方とも押さえておこうね。